はい、はい、始まりました。ここです。沢田です。これは日々の気になったものを雑談していくラジオです。今回は性欲パート2。はい、この前ね喋って、はい、ちょっと盛り上がりすぎて坂田がうんこするって、はい、すいません、ちょっとトイレ行っちゃいました なったんですけど、なんでもちょっとね性欲はちょっとぶつ切りになるかもしれないそう、まあでも確かにこれいや本当喋りたいこと項目いっぱいあるし、はい、喋ってたらあれも喋りたってなってくる映画だから、はい、さっき途中までがその自分がマイノリティだった時にそのマジョリティの人にいやそうで何お前分かったんだよみたいなずらされるのもそう嫌だし、あとまあそのちっちゃいマイノリティの人たちがいろんなパターンがあるっていうのを知った上で別に知って、はい、何もしなきゃいいじゃんっていうか、はい、攻撃性するのやめようぜっていう話よね、はいはいはい、あの坂田のさあのお父さんとの対話の中でのなんか知ってるものは愛しててって言って未知なものに対して攻撃的な態度っていうのがやっぱ それゴロちゃんもしかり、そうなんですよ、あの共通してちょっと感じた、まあ、怖さというかちょっとなんかそのそういうもんなのかもしれないって言ったらそうなんですけど、その、うん、そうね、愛着あるものに対しては優しいけどそれ以外には結構冷酷みたいな、はいはいはい、いやあるよな、確かにその傾向っぽいところぽいことであとでも冒頭にちょっと戻って、うん、ここがちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、その最初のシーンで、うん、あの 水を出してて、うん、思ったのがさっき結構大人も意外とめちゃくちゃやっていうのが最近思うことで、はいはい、あの大人じゃないっていうね、そうなんですよ、いわゆる勝手に僕が小さい時に抱いてたイメージする大人と成人君主的な大人じゃないよね、なんか思ってるよりも大人ってめちゃくちゃなんだなっていうのがあるのと同時に最近子供めっちゃしっかりしてるなって思う意外とっていうか変わんないんだろうな、そうなんですよ、ちゃんとしてる人は多分ずっとちゃんとしてんのかとか思ったりするんですけど、うん、それこそあの不登校だったあの男の子もお母さんが最初のシーンで稲垣頃に、その不登校の息子が YouTube やりたいんだよね、学校行かなくて今こういうのもあると思うんだみたいな、うん、っていう動画を見せて俺こういうこと僕こういうことやりたいんだよねっつってで何なのみたいな学校行きなさいみたいなやってる時にあのお母さんがお粥を出してくれるじゃないですか、うん、その時に今ちょっと待って大事な話してるんだっつってなんかあの感じってすごいちゃんとしてる感じしたんですよね僕、まあ、しっかり者っていうかしっかり、うん、ダダをこねてるとかでもないみたいな、僕はこういうことがやりたくてみたいな、うんうん、なんかああいうしっか10歳であんなしっかりしてるじゃないですけど、なんか最近の子供めっちゃしっかりしてるってまあ映画の中ではあるが映画の中ではありますけど、まあでも分かる分かる、言わんとすることは、はい、でっていうのもう本当に結構ぐちゃぐちゃやなと思ったのと、であとその一番最初のシーンで水ついでて、うん、一番最初のシーンが給水器みたいなとこで水をずっとジャーって流しっぱなしにしてる、うん、あの横浜に引っ越してたガッキーと最終的に一緒に住む男の人が水をジャーって流してて、うんうん、でモノローグでその生き延びるだったっけな、生き続けるか生き延びるための人のためのものしかないっていう話を、うん、結構これ何回も言うじゃないですか、うんうん、生き延びるためのものしかないみたいな、あとあれかこの世のものってその明日もう当たり前みたいに生きてる人の前提で作られてるって言って、その目に入ってくるのがなんか婚活だとか、 なんかその保険とかそういうのがバーって入ってきて、でそのであそこのシーンであれどういうことやろうと思ったんですよ、生き延びるで、僕はあの時にまず僕が思ったのは生き延びるためではないその対になるものって何やみたいなと思って、うん、思ったっていうか僕がちょっと前っていうか、まあ昔読んでた本で穂村弘のエッセイで生き延びると生きるっていうのがあると、うん、生き延びるっていうのが要はその保険とか、うん、まあ、新聞記事とかその要は最終的に何のためって言われた時に
生き延びるためになるもの、それって何の役に立つのっていうのをどんどん突き詰めていくと、最終的には人間が生き延びるため、うん、生存するための役に立つ、はい、役に立つっていうのを突き詰めるとそこにたどり着くと、うん、じゃあそれって役に立たないじゃん、用なしじゃんって言われるものって、まあ、なんやみたいな、うん、それって結局なんであるのかみたいな、それ生きるためにあるって言ってて、生きると生き延びるっていうのが対比されてるんですけど、うん、でそれが生き延びるがまあそのいわゆるなんかみんなで共通して使うもの、うん、例えば新聞記事とかで、情報共有するとか、うん、明日雨が降ると大雨でとか台風でとかってなったら、うん、まあ部屋になんかまあ扉閉めるとかなんか すごい原理原則まで遡れば、うん、でその対して生きるっていうのがまあ詩、うん、ポエムとかって それ自体何の役に立つんですかって言われたら、ちょっとそれでまあ生きるの漢字は何、あの生存の性とかだったと思うんですけど、あじゃあ別に食べるとかそういう意味じゃなくて、 俺その生き延びるっていうのが個の生きると集団の生きる的な話かと思ったけど、はい、そういうわけじゃなくて、そういうわけでは、まあ、一応個の生きるというかその生きがいとかになってくるんですかね、今回言ったら。その、はいはいはい、それこそ小児性愛者の人たちって何のために生きてるのみたいな時に、うん、その自分のやりたいことだったりとか何とか制限され、うん、というか自分が今そのやって嬉しかったりとか、なんかやってよかったなと、生きててよかったなって思うじゃないですけど、その今その時のなんつったらいいんですかね、かあちょっと言い方むずいんですけど、まあ、そう生きるっていうのが穂村弘言っていて、それがまあ死とかである種の死に近いものっつってんですよ。ちょっと僕も死はですです、うん、でなんで映画を見たり旅行をしたりするっていうのは非日常というか、うん、それって安全な小さな死を体験しているみたいなことを言っていて、はいはいはい、でそれがまあ生き延びると対になってて、普段はまあやってるんですけど、そのちょっとまあぐちゃぐちゃになっててあれなんですけどみたいな話をしていて、うん、それをまあ映画見ながらちょっと思い出してたんですよ、うんうん、でそれと同時にあともう一個思ったのが、生き延びるっていうのがマジでセックスなのかとも思ったんですよ、うん、その生物的な生物的なというか、うん、どんどん子孫を増やし、その種としての生き延びる、うん、はいはい、生物種としてね、としての生き延びるっていう何かを、うん、に対して自分はそういう欲求というか、うん、持っている持ってる人たちのために世界が作られていて、うん、そうじゃなくてまあそういうことを思わない、うん、ある種の不能感じゃないですけど、うん、っていう意味だったので言われてたのか、あれがどういうあれだったんだろうって、ちょっと思って、あでもそうなんじゃない、そこはなんか俺すごい思ったのが、確かにその人が、うん、じゃあもうそうやって一般的に逆の性別を好きで、はい、最終的には生殖行動で種として存続していくっていうのが、はい、まあ、正しいものとして、じゃあ同性愛者とか、はい、子供ちっちゃい子が好きな人たちって、はい、そこで見たら、はい、すごく誤解を恐れず言うと、はい、まあ反対、そういう説理には反してる人たちなわけじゃない、はいはい、でも別にそれって悪じゃないし、はい、じゃあその人たちが、その人たちは確かに種としてのあれはもしかしたら、望んでないかもしれないけど、はい、でもその人がここをその人生を生きる、はい、かあの、はい、権利だったりとか、はいはい、それはあるから、はいはい、別にそこって同様に尊重されるべきというか、はいはい、あのね、いやお前生殖能力ないから価値ないしって言っちゃ、はい、言わないのと一緒で、はい、極端なね、そこまで言ったらさ、ね、いやそんなこと言っちゃダメだよ多分多くの人が言うと思うけど、はい、じゃあやっぱり、はい、そういうこと、あのみんなが明日生きる人、はい、っていうのを改めて考え直さないと、はい、その主として紡いでいかない人たち、はい、なんかこれ言い方なんか攻撃的に映ったら嫌なんだけど、そういう意図では全くなくなくて、その人が確かに幸福度を持って生きていけるための理解ある、はい、構造っていうのは確かに重要だよなっていうのは、はい、まあ、あのセリフさっきの話じゃないけど、うん、明日生きるためにっていうのは、はい、ちょっとそこまで壮大なそ、ね、とこまで行き過ぎかもしれんけど、まあでも性欲っていうタイトルになってるぐらいだから、はい、多少なりとも関係ありそうだけどな。
で、あとなんだっけな、そのなん、そあと思ったのは役割みたいな、うん、その生存っていう話も全部結びついてると思うんですけど、うん、その稲垣吾郎って、まあ、いわゆる家父長制というか、なんかこうお父さんみたいな、そう、ね、パターン不正不正なんか不正じゃないか、まあ、なんかそのでも分かる分かる、なんかこう格好好きのちょっと、まあ、あまりちょっとなんて言ったらいいんだろう、ちょっと昔っていうとなんか、まあ、前時代、まあ、前時代的な父とあえておくというかでもなんかその今回見てて思ったそのそのロールっていうのはめっちゃ今空虚にもなってるというかっていうのが、稲垣吾郎が風船膨らませられないじゃないですか、うんうん、であこのそうね、あの子供のね、そうなんですよ、子供がやりたいっていう風船あって、はい、こんなのお前膨らませられない、恥ずかしいぞって言ってやろうとしたら稲垣吾郎もできない、できないんですよね、うん、その実際に稲垣吾郎ってすごいお父さん前としているけど、実際何をやってるのかって言われると家でその何もやってない何もやってないっていう、まあ映画のあの画面からはそう見える、そうですね、あの画面上ではちょっとそうなんですよ、でもそのそれになんかまあ稲垣吾郎も多分辛さじゃないですけど、うん、うまくいってないっていうか、でもその本当はもっとお父さんがいいわけだもん多分、あのそうですね、わかりやすく言ったら風船も膨らませるお父さんでありたい、買ったはずなんですけどそれができないわけじゃないですか、うん、でそれに今苦しんでるというかっていうのがあって、なんかそのすごい役割にみんななんかこうとらわれるじゃないですけど、むずいよなっていう、確かになと、で あれってやっぱそれ、はい、それでもあるんかな、その風船、稲垣吾郎は風船を膨らましたかったわけで、でその風船というのは多分子供がちゃんとが、はい、ちゃんとというか学校に行って、はい、母親も同じ感覚を持って、そう自分と、はい、自分と同じ感覚を持って、はい、いい大学に行って、はい、いい学校に行って、はい、いい仕事に就いて、はい、っていうのが風船を膨らますみたいなことだったけど、でこんなことできないで恥ずかしい、はい、で言ったんだけど、自分はやっぱその過程を築けてないわけだって、そうで、はい、それがな、風船膨らませてなかったわけだもんね、やっぱりで。でもでちょっとさっき言いかけたやつでちょっと根本っていうか、うん、ちょっとまた自分の話なんですけど、うん、その良くないと思いつつもどっかそうは言ってもっていう感覚がめっちゃあるっていう、さかえ、まあ、だ、はい、あるよな、でも例えばその、まあ、あるよ、それなんつったんですかね、こう優しくし、なん優しくっていうか、こうそうは言ってもここは多分うまいことやんなきゃいけないというか、うん、そこもその確かに手放しにあのまあマイノリティパワーを、はい、発散しまくっていい話じゃないもんね、あっていうわけじゃなくて、そのそういうそのある種体罰とかじゃないですけど、そのストイックさというか、うん、まあ、ストイックであることは別に悪いことじゃないと思いますけど、うん、そのいや別にみんな好きなようにしていいと思うみたいな、うん、そのできない人はもういるし、うん、この今までの格好好きの、まあ、昔の、うん、風船膨らませられなくたっていいじゃないと、うんうん、風船膨らませなくても別にみんながいいようにした方がいいじゃないって、うん、攻めちゃいけないよって、攻めちゃいけないって思う反面、どっかでいやマジで誰も助けてくれないんだから自分は風船膨らませないといけないって、あ、いやそうな、いや分かる分かる、その感覚はめっちゃあるっていう、うん、ああそうね、そうは言ってもっていう、確かに本当にさ、自分が、はい、自分の家族とか、はい、あの今僕も坂田も別に子供がいるわけではないか、はい、できた時に、はい、とか、まあ、今後仮にそういう家庭が築けた時に、はい、あのそういう本当に何でもかんでも許容してできるかっていうと、はい、またそれは別の話であって、まあ、みたいな、教育は必要だからさ、はい、それは教育と捉えるかどうか問題はまた別の話あるけど、はいはい、でもそうね、あのその口ではいやそうだよねそっちの方がいいって言いながら、うん、内心でどっかいや、ま、いやダメみたいな、そのここに なんかそ
その楽しい方に行ったら楽しい方っていうか、なんかそのストイックさじゃないみたいな、なんつったらいいんですかね、まあ、だからあるよな、その多様性を逃げに使っちゃダメよな。逃げって言っちゃ言い方おかしいかもしれんけど、あの多様性を認めることと、苦痛を否定することはまた別じゃない。苦痛とか我慢とか、ね、はい、ちょっと、うん、まあ、頑張ることとかを、はい、がいあの、まあ、もちろん違うし、はい、別にそれを一緒にしてるわけでは全くないんやけど、はい、そのだってすごくさ、はい、極端な話をしたらさ、じゃあ勉強 したくない、はい、何も頑張りたくない、辛いから、はい、いやでもそれも認めなきゃね、はい、って言い続けていいのかっていう問題とさ、はい、なんかちょっと近しくない？近しいんですけど、そうなんですけど、それが、うん、その僕はそれを肯定的に取ってないっていうか、あ、いやそうでしょ、あだからそういうことだよね。だからそれで、いやだから勉強とは言ってもやんなきゃダメでしょ、言ってもやんなきゃダメでしょって思ってしまうって言ったらいいですか、ね、いやわかるよ、いや 俺もそう、いや俺もそうだし、そうってことでしょ、はい、そのさ、多様性という言葉をうまく例えば使うんだれば、はい、いや別に勉強なんて人それぞれなんだから、はい、あなたが強いることじゃないわって言ってしまえ、はい、そうじゃない、あ多様性という言葉をなんか、はい、マジック的に使うから、はい、けどそうじゃなくて、いやいやいや勉強しなきゃダメだし、はい、社会少なくとも人間であり、はい、社会で行くために必要な現実的に考えて、はい、みたいな思考は絶対しちゃうし、そうなんですよねその今新なんですね、その今のシステムに対していやこうの、まあ、ちょっと限界というか、うん、まあ、良くなくなってるのに対して新しい方がいい、新しいとか、まあ、ここをこうした方がいいみたいな、なんかバージョン2があるとして、うん、いわゆるアップデートがあるとして、うん、アップデートと思いつつも、いやでもまあ今のシステムが動いてんだから、うん、ちょっと今のところをどんどん内面化していくというか、まあ、でもなんかいい、それがなんかそのそれはやってやっ、そのうまいことやんなきゃいけなさも怖いというか、ヘルシーさが出てるのが怖いのもあるというか、なんつったらいいんですか、ちょめっちゃむずいな言い方なんか僕、あ、はい、今プロデュース101ってわかります？ああ、わかる、あれちょっと俺リアルでは見てないし、僕も見てないんですけど、全然誰も知らないんですけど、分かってないんだけど存在わかる、なんかアイドル、あ、そうです、そうです、リアリティショーみたいな、やそうです、なんかどんどん勝ち残りアイドルみたいな、なんかあれ番組僕結構怖いと思ってて、うん、であれってなんか本当に子供たちが集められて、うん、なんか他人の目にさらされて、まあそうね、で、うん、そのステップアップしなきゃいけないという、まあ、頑張んなきゃいけない、でもそこで人間性まで全部求められててみたいな、完璧人間をじゃないと残れないみたいな、なんかあのうまくやっていかないと生き残れない感じっていうのが蔓延してる感じの怖さいやでも、まあ、でもさ、あれはさちょっと俺違う、はいはい、あのその言ってることはすごいわかるけど、はい、あれはでも前提がちょっとさあ、まあそうですね、彼女彼らは、はい、まあ望む、そういう審査をしますって言って、はいはい、まあ、一応多分おそらく手を挙げて来てた、はいはい、くれた人たちなわけです、はい、多分なんで俺が主催者側の視点やねんって話ないけど、はい、じゃなくて来た、はい、来てくれたじゃなくて、はい、来た人たちだから、はい、あのそれはそう、あのまず一個自分らで選択した、一回選択した上での、はい、そういうさらされは、はい、まあしょうがないというか、あ、まあ望んでるし別に、はい、あと逃げていいし、逃げるっていうかやめていいしっていうのがあるから、まあまあいいかなって、社会とかそもそものなんかやめられない、もうそうやめられないっていうか、もうなんか組み込まれてるものは良くないけど、でただそのそれがうっすらそういう目で僕もちょっと周りを見てる節があるというか、例えばそのちょっと性欲、正しい欲じゃないですか、ちょっとちょっとここで言葉を作りたくて、聖人っていうのがあるとして、正しい人っていうのがまああるとしましょう。なんか会社のセクハラおじさんとか、はいダメみたいななんかこうめっちゃスパッってこう測る感じ、もうなんか自分の中にあるというか、自分がじゃあそんななんか聖人かって言われたらあれなんですけど、なんかそういうのをちょっと見てしまうみたいなとこ ないですか？え、ですよ、ということだと、その非聖人を切るってこと？切るというか、そうですね、その
なそういう部分もあるじゃないですか、多分誰だって、うん、どっかなんすけど、なんかわこの人こうなんとかって言ってた、あもうやばい人だじゃないですけどみたいな感じで、うん、なんかあなんかこういうやばい言い方する人なんだスパンみたいな、なんかえそれ俺別にいいんじゃない、いいですかね。えなんか俺そこが今回のさっき言ってた、はい、その邪魔しないのことかなと思ってて、はい、やっぱどうしてもなんか感情としてえこの人キモとか、はい、えなんか嫌なこと言ってくるから嫌いっていうのは、はいはい、もう悪いことじゃないじゃない、その嫌うこととか、はい、もうこいつと関わらないでおこう、はい、っていうのは俺別に悪いことじゃないしと俺は思ってるの、はい、でもすいませんめちゃくちゃキモいですって言ったらアウトだと思う、はい、あその人に言って言ったりとか、はい、あのちょっと一旦ね他人に迷惑かけてるとかは、はい、あもしその人がいるとかは一旦さておき、はい、もうその人のこと嫌いとか、はい、え変な人だな、はい、俺と合わないわって思うのはしょうがないけど、はい、それを何も表現する必要ないというか、なんかそこの違いな気がすんのよな、さっき言った水をさ、はい、水フェチの人がいて、はい、例えばそれを変わってるなって思ってしまうことって、はい、もうそれを悪としだしたら、はい、しょうがないというか、なんかそれはなんか防ぎようがない部分があると思う、そうか、なんかびっくりするとかえって思う、はい、でも水好きなんですか、むっちゃキモいっすねって言ったらダメだと思う、そうですね、だそこの違いな気がしてて、だからなんかいや別に味方になってくれた言わんが邪魔すんなみたいな、はいはい、なんかそこに帰ってくる気がしたけどな。なるほど、なんかなんかいろいろ僕もぐちゃぐちゃに考えてるのかもしれない。なんかいろんなこと。ちょっと待って20分後で一旦切ろう。あ、そうですね。次の回で。次の回で。というわけで何、はい、でしたっけ。ポッドキャストでも配信しております。はい、Google、Apple、Amazon、Spotify、好きなプラットフォームで聞いてください。はい。はい、じゃあまたやるかもしれませんが、はい、一旦終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。